伺いますと、この五十嵐というのは今一番自分が期待しているピッチャーの一人であるということを小谷コーチは話しています。何がいいんですか。ですから2年目、まだ年は若いんですが、このスピードですからね。152キロですよ。素晴らしいですね、魅力のあるピッチャーですね。そうですね。この速球を見ると、ただまだ課題というのは力勝負ができるというのは、19歳で非常に先は明るいですね。そうですね。カーブの向きを直せばいいんですよ。そこをチェックすれば川崎の良し悪しというのはすぐ分かるんですよというような話をポーンとしてくれる方なんですが、まあ、その人がこんなに速い球を投げるとは私は実は思いませんでした。少し投げるときにね。そうですね、いろいろ使い道はありますからね、これだけ速球持ってれば。ただ課題はコントロール。打ち上げた。ただセンターが真中が前進するが、ショートが取りました。しょうがないんですよ、だから逆に、この回をね今、そうですか。ガルベスは通算でホームランを6本放っています。やはり非常に難しいところなので、逆にこう詰まってした方が怖いですね。そうですね。ピッチングにはあります。150おそらく振るんじゃないですか。振りますか。高め、ボールで2-3。ね、変化球できました。ストライク。まだ初々しい顔をしている五十嵐亮太、2年目。外いっぱい、いいボールです。ただ完全にこうストライクですのでね、非常にこう面白いピッチャーですね。そのあとどうだ。これはスイングしたか。振っています。ですから変化球も生きてきますね。さあどんなボールを投げてきますか。147キロの今ちょっと清水がですね、原コーチにとってはね。清水打った、レフトに飛んでいますが、どうか。高橋追いつくか。あっと追いつきません。ファウルで。清水が1番を打つような打順も組んでみたら面白いと、ワンツーストライクです。ただ、いようかと、いう形の打順も面白かったような気が感じますけどね。そうですね、回復も早いんだと。早いでしょうね、鋭いスイング。おっとペナルティーに取れない、取れない。重っ。ワンボール。インコースいいボールだ。140。ワンエンドワン。ランナースタートして打っていきました。ファールボール。ツーエンドワン。横からのスロービデオ。差し込まれている感じがありますか。少し差し込まれてますね。これだけこうバッターボックスに立ってて、自分に向かってくるように見えますから、スピードがもちろん速いんですけども、それ以上にこう感じるんじゃないでしょうかね、バッターはね。ああそうですか。おっとこれはワンバウンド。清水は二塁に達しました。でバウンドさせられるとキャッチャーとしてはやっぱり考えてしまいますんでね。お高めに振っていった。サードか。サードの岩村、ファールグラウンドで取りましたというような感じがしますね。初球打った、レフトに飛んでいる。これはあまり伸びがありません。高橋、相手がまだっていう、こう諦めの気持ちはなくなりますからね。本当ですね、これは初球、太田。
2年目。打った、どうか。